はい、皆さんこんにちは。 TI からのプライスと申します。さあ今日の動画なんですけども、なんとですねシーズン16のトレーラーに謎のアイテムがですね映っていたという情報が手に入りました。でこの謎のアイテムなんですけども、今回はですねこのアイテムの中身がこれなんじゃないかというふうな考察がですね飛び交っておりまして、これが有力視されております。でこちらの謎のアイテムについてはね今回詳しく話していこうと思います。それでは今回の動画タイトルといたしました、エイペックストレーラーに映った新アイテムについてということで、このアイテムが一体どういった役割を果たすのかについてを詳しく話していきます。ではまず1つ目、今回この判明したアイテムについてをね詳しく話していきます。でまずですねこれシーズン16の実際のトレーラー映像っていうのを今から見ていきましょう。でこちらがですねシーズン16のトレーラーなんですけども、これがですねリリースされたのはもう1ヶ月近くも前なんですね。でこのケアパケのこのワンシーンにおいてですねこの謎のアイテムが映っているといった描写がありました。でこれスカミッシャーの本来であればパッシブの紹介なんですけども、この右のアイテムですねこんな感じで出てきました。でこれ一時停止します。でこれ拡大してみるんですけども、こちらですね医療キットかと思われるんですけども、こちら真っ黒な装飾でして、でこんな感じで本当に見たこともないようなアイテムの形をしているんですね。これが本当に一瞬しか映っていなかったため、当時はそこまで話題には上がらなかったんですけども、こうしたアイテムが今後登場するんじゃないかというふうに言われています。じゃあ果たしてこのアイテムは一体何なのかという話なんですけども、このアイテムの外見から海外ではこれがセレキットなんではないかというふうに言われています。でこれセレキットっていうのが全く馴染みのない名前だと思うので、このセレキットについてを今から解説していきます。でこちらですね SERE と書くんですけども、この SERE はそれぞれ単語の頭文字でして、サバイバル、エヴァイジョン、レジスタント、エスケープ、この頭文字を取ったのがこのセレキットなんですね。でこれ直訳しますと生存、回避、抵抗、脱出、この4つの文字なんですけども、これはですねタイタンフォール2にあったアイテムなんですね。でもしかしたらこれタイタンフォール2やったことある人ならわかると思うんですけども、こちらのですねこれストーリーモードの最後のシーンでこんな感じで手に取る描写があるんですけども、これがですねそのセレキット本体なわけですね。でこのセレキットの中身とは一体どんな感じかって言いますと、この中身はですねタイタンフォール2の時だとスマートピストルとデータナイフが入っていました。でこのスマートピストルっていうのは何ぞやって言いますと、これ敵に照準を合わせるだけで自動的にロックオンをさせるといった、まあ、そういった公認オートエイムピストルみたいな、そういったピストルがあるんですね。でこれ当時からめちゃくちゃ強かったんですけども、これがですねこのセレキット内に入っております。でこれ以外にもデータナイフが付属しているんですけども、こうした近接格闘ができるアイテムがこの中にパッケージングされているわけですね。でこれがですねエイペックスにおいては闘志を兼任できるアイテムが複数入っている可能性がありまして、これが果たしてスマートピストルそのものが今後リリースされたタイミングでこれと一緒にパッケージングされるかはまだ分かっていないんですけども、現状ですね投げナイフがですねずっとエイペックスの射撃演習場に残っておりまして、こうした投げナイフとスマートピストルがですね今後キアパケ専用武器として登場する可能性があります。ただこちらシーズン16のトレーラーには映っていたんですけども、実際に今現在はですねこのキアパッケージに新たなアイテムは特段来ていません。そのためですね今後のシーズン17以降のいずれかのシーズンでこのセレキットが登場する可能性があるんですけども、まだこれセレキットかどうかも確定していない状態ですので、今後こちらに関して新たな情報何かしら判明しましたら動画にてお伝えしていこうと思います。といった感じで今回の動画以上となるんですけども、このセレキットについてこれ知らなかった、もしくはですね興味深いと思った方もしいましたら、ぜひともね高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではこちら TI からのプライズがお送りしました。また次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。